オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は6月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは、6月第3週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。世界最大規模パリ航空ショー始まる。国産旅客機スペースジェット塗装で初展示。6月17日月曜日、世界最大規模の航空機展示会、パリ航空ショーが23日日曜日までの7日間の日程で開幕しました。期間中は世界各国から集まった航空機やドローンなど、およそ150機が展示されました。また、三菱航空機が開発を進めている国産初のジェット旅客機三菱スペースジェットが同展示会で初のスペースジェット塗装機の展示を行い、受注拡大を狙いました。2019年度バカロレア試験が始まる。初日はバカロレア名物超難題の哲学。6月17日月曜日、フランス全土で一斉に日本の高校卒業資格にあたるバカロレアの試験が7日間の日程で始まりました。今年は昨年よりもおよそ1万人少ない11歳から77歳までの74万3000人が受験しました。6月最終週のフランスは猛暑、最高で37度の予報。6月19日水曜日、フランス気象庁は、翌週からフランス全土で気温が上昇し始め、東部の一部地域では最高気温が37度に達するとの予報を発表しました。一方、ブルターニュ地方や大西洋沿岸地域では、今週に引き続き雷雨が予想されています。毎年恒例の音楽祭、6月21日、フランス全土で開催。6月21日金曜日、フランスの夏の風物詩としてすっかり定着した音楽祭、フェット・ドゥ・ラ・ミュージックは今年で38回目を迎えました。この日はフランス全土でプロ・アマチュアを問わず、様々なコンサートが開催されました。続きましてアンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回は毎年恒例の音楽祭6月21日フランス全土で開催です。6月21日金曜日、フランスの夏の風物詩としてすっかり定着した音楽祭、フェット・ドゥ・ラ・ミュージックは今年で38回目を迎えました。この日はフランス全土でプロ・アマチュアを問わず、さまざまなコンサートが開催されました。クラシック、エレクトロ、ヒップホップ、ロック、ポップス、さらには伝統音楽までさまざまなジャンルのライブが道端やカフェ、特設会場などで行われたようです。ルーブル美術館ではガラス張りのピラミッドの真下あたりでイギリス人指揮者ダニエル・ハーディング率いるパリ管弦楽団の無料コンサートが開催されました。エクトル・ベルリオーズのオペラ「トロイアの人々」からの一幕やブラームスのバイオリン協奏曲などが演奏されたそうです。コンサートは1時間にわたって行われ、観客は床に座っての鑑賞でした。またフランス首相官邸であるマティニョン館では昨年のクラシック音楽コンサートとは打って変わり、フランスで人気の若手ラッパーロクサーヌ・テッサベー、エレクトロのアリス・エモアのライブが行われました。昨年エレクトロの大御所カヴィンスキーのコンサートで話題を呼んだ大統領官邸エリゼ宮ですが、今年はソベマポ、パラディオムなどのヒットを飛ばしているフレンチポップスの女性デュオブリジットを筆頭に、デンマークのソウル歌手アイリス・ゴールドやアイルランドの女性デュオセイント・シスターらを招待して無料コンサートが行われました。残念ながらこちらは人気のためすでに予約でいっぱいとなりましたが、運よく申し込みできた人は大統領夫妻と一緒にこのライブを堪能することができたようです。その他街中で多数のアマチュアバンドがコンサートを行いました。そのためパリのメトロは運行時間を延長し、1、2、4、6、9、14番線は一晩中動いたそうです。今回はマダム加藤にご執筆いただきました。マダム加藤、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。それでは早速お聞きください。Comme chaque année, la fête de la musique a été organisée dans toute la France le 21 juin. La fête de la musique, qui est établie comme une tradition, s'est déroulée vendredi 21 juin pour sa 38e édition. Ce jour-là, divers concerts ont eu lieu dans toute la France, aussi bien professionnels qu'amateurs. Des représentations et concerts de divers genres tels que le classique, l'électro, le hip-hop, le rock, la pop et même la musique traditionnelle ont été organisés au bord des routes, dans des cafés et des lieux spéciaux. Au Louvre, l'orchestre de Paris a réalisé un concert gratuit dirigé par le chef britannique Daniel Harding, juste en dessous de la pyramide de verre. Les musiciens ont interprété un extrait de l'opéra Les Troyens et un concerto pour violon de Brahms. Le concert a duré 1 heure et le public l'a apprécié tout en étant assis par terre. En outre, il y a eu du changement par rapport à l'année dernière dans la cour de la résidence du Premier ministre, l'hôtel Matignon. Ce dernier, qui avait pour habitude de faire de la musique classique, a changé de genre. Il y avait notamment les jeunes rappeuses populaires en France, Roxane, Tessa B et Alice et moi, qui est orientée électro. Le palais de l'Élysée avait déjà fait beaucoup parler de lui l'année dernière en accueillant le concert du géant de l'électro Kavinsky. Cette année, en tête d'affiche, le célèbre duo Brigitte, connu pour ses nombreux morceaux de pop française comme Palladium ou encore Sauver ma peau. Mais, de plus, Iris Gold, chanteuse danoise soul, et le duo irlandais Saint Sister ont produit un concert gratuit. Les places ont été très vite toutes réservées en raison de sa popularité, mais ceux qui ont eu la chance de s'inscrire ont pu profiter de ce concert en la compagnie du président et de sa femme. En outre, de nombreux groupes amateurs ont donné des concerts dans toute la ville. En conséquence, le métro parisien a prolongé ses heures d'ouverture et les lignes 1, 2, 4, 6, 9 et 14 étaient en service toute la nuit. セバスチャン先生、ありがとうございました。今年の音楽祭も大変賑わったようですね。大統領官邸や首相官邸で行われる現代音楽のライブ。ぜひ一度見てみたいものです。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いて、もっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方は、オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセをご検討ください。アンサンブルでは、経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが、1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日、世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は、日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに、会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ強化、発音強化、翻訳強化、そして会話強化という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブル・アン・フランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセは毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信していますので、ぜひ合わせてご視聴くださいね。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てにお名前フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。